前半お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか？今日は思うようなゴルフできてますか？そうですね。できてます？ダメ。ダメ。ダメ。うん。後半も頑張ってください。はい。かいちゃん前半はこんな感じです。17番でバーディー取ったのに最終ホールで痛恨の池でダボ。40。パー37なんで3オーバー。22位となってますね。プロが12位、前半ワンオーバーですかね。リーダーボードいきましょう。トップが、お、荒川優奈さん3アンダー。さすがやっぱプロばっかですね。上位はじゃあボギーです。10番ボギー、はい、1番か。4オーバーでしょ。はい、4オーバーです。頑張れ。はい、2番ホールです。おお、なんだこれ、いいですね。どうだ、ほら、ナイス。ちょっと当たり薄かったけど多分大丈夫、 OK です。アルチビオ、アルチビオ、あ、そうです。初めて来ました。どうですか皆さん、似合ってますか。どうですか。後ろは、後ろ、後ろ、うん、あとこれね、これリングマーク。そうです、これがポイントですね。かわいい、ぜひ皆さん来てください。これはゆっこさんがね、やったからね。ゆっこさんのプロです。ノリトミプロが210ヤード、3番ウッドです。パー5のセカンドです。グリーン横、ナイスです。ありがとうございます。ピンまで195ヤード、ユーティリティの4番です。タイちゃん3打目です。2番パー5、ちょっとナイスです。ありがとうございます。うまい、うまい、入る。おー、ナイスです。ナイスバーディーです。来た、プロ、さすが。タイちゃんバーディーパット。パーです。ドラコンのホールになってるんですが、皆さんの各自のドラコンもそうなんですが、チームドラコンを設定させていただいてまして、代表してプロにですね、この3種の神器の中から皆さんで1個選んでいただいて、これでティーショットしていただくと。なるほど。あ、もちろん本気は本気で打っていただきますよ。はい、すごい。ちなみに今の最長不倒は、カート道のちょっと横に赤い、レディースティーの横ぐらいに赤いあれが今最長不倒です。ちなみにあれもカート道を使ってですからね。あ、なるほど。一応フィッティングしてもらって大丈夫です。ここで衝撃が吸収されちゃうから、こっちそれは当たるじゃない。たわみで、そう、結構ね、軽いんで、あのバーンって振るよりもちょっとこう軽めに振らない、バーンってミートさせる方がうまくいってるみたいです。それで片手で打つのが飛ぶんじゃないですか。そうです、皆さん結構ね、工夫されて片手だったり、右手とか、あと、でもあんまり早く打とうとしちゃダメだろうね、多分ね。ゆっくりないよね、多分ね。そうですね、多分こう軽くミートさせる方がうまくピョコーンと飛ぶ可能性はある。わかりました。軽く、うん、まあいいですね、まずね。そうですね、はい。ちょっと待って、それですよね。それじゃないです、ね、嘘ですよ。さすが。これでもコロコロ行く作戦。あー、行っちゃった。え、これでも難しい。3番ティーグラウンドです。早い。クラブス
して42。今キャリー229、トータル250、まあ260ですね、トータル。はい。マントビ。スピン量も2100ぐらいなんでちょうどいいですね。すごい。でこれ動画です。こうナイスイングですね。ナイス。ナイス。早い。早い。クラブスピード 42.8、 キャリー220、トータル255。いいですね。ありがとうございます。28項目今、はい、表示できるんです、はい、でもですね、まあ、必要なのをそこから選んでいただいて、それでまず打っていただく、はい、それでトラックマンからレーダーがコース上に向かって、はい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 、そこにボールを打っていくので、こっからレーザーが出てほとんど出ると思いますね、はい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 、トラックマンからドップラレーダーっていうのが出てますので、はいはいはい、そこに対してここからコースにこうレーザーが出たわけですね。はい、そこにスイングをしていただいて、はい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 、クラブのデータが出たりとか、入射角がどれぐらいとか、はい、あとスピンがどうだかっていうのが出て、はいはいはい、キャリーまではしっかりと最後まで打ってます。はい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 、でそこからのランは基本的には計算になります。計算で、はい、はいはいはい、それはランニングのアングル、落ちる角度とか、あとはスピン量でどれぐらい転がるかっていうのをフェアウェイの硬さを PGA ツアーの平均の方に設定をしているので。そこからどれぐらい転がってるかっていうのが表示されるようになります。すごいですね、はい、でちなみにお値段は、はい、今ですね、インドア用アウトドア用あるんですけど、はい、まあ、両方使えるタイプで300万円からちょっと上ぐらいっていう価格設定にはなってます。車です、まあ、プリウスのいいやつが1台だと思っていただければ皆さん、プリウス買うかトラックマン買うかぜひ悩んでください。そうですね、よろしくお願いしますゴルフは上達しますね、これで。します、絶対しますんで。ですね、はい、ゴルフ上達しましょう。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。3番ホールセカンド、ユーティリティ4番で刻みます。大丈夫？ちょっと暴れてますね、ショットが。ちょっと荒れてますよね。左ミス多いですね。はい、今日左ミス。ピンまで90ヤード。タイちゃん3打目ピッチングです。大きくない？あ、卵産んだ。タイちゃん、パーパットです。ナイスオン。ナイス。ちょっとどうにかしなきゃいけない後半。今何番？今3の5オーバーです。どこまで伸ばすか。これすごいホールですね。全部ここ傾斜してここに来るんですね。ここに来ますよね。ちょっと怖かったですもんね、跳ね方がね。これでしょ。8番でグリーンのやや左、たえちゃんが入れパーですね。ボギー。じゃあ6番ホールティーショットです。おお、オッケーです。165ヤード、ユーティリティ6番です。
どうだどうだ、最近プロのバーディーパットです。バーディー、あー惜しい、惜しい、パーです。タイのパーパットです。ナイスパー、ナイスパー。ありがとうございます。タイちゃん7番ホール、7番アイアンです。いい感じだね。入ろ。すごい方いった。すげえ方いった。ナイス。ショートサイド。あそこ狙ったのかっていうね。狙ったんですか？狙いました。ですよね、さすがです。こういうとこを見せて見えない、あとはないからね、もうね、はい、マイクだけだから。私もそう、あとがないんですよ。そうですね、ゴルフに出てきてます。おー、ナイスね。これはうまい。これはパーフェクトじゃないですか。いや、完璧。さすがプロ。タイちゃん8番ホールセカンドショット100ヤードピッチングです。どうだ、おお、すげえとこ攻めた。ナイス。ちょっとアゲンストありますもんね。はい、ちょっとありそうですね。タイちゃんバーディーパットです。いっちゃうもんだね。ナイス、ナイスです。安心してパーが取れないです。あと1ホールバーディー取れますか？取らないといけないですですね、はい、絶対取ってくださいね。はい、取れます。おお、いいんじゃないですか。あー、ちょっと手前だ。今何番ですか？今8番です。8番、タイ何番？打ち上げると140。タイ何番？7番。あー、手前だ。なんとここに4球揃いました。タイちゃんパーパットです。今日この距離1回も入ってないですからね。最後入れてほしいところですが、どうでしょう。ちょっと右出したかな。はい、お疲れ様でした。最後ボギーでした。ありがとうございま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 した。あ、ごめんなさい、動画でした。イエーイ。リンゴルフオープンニュースをお伝えします。7月22日まだ結構空き枠がありますので、避暑地でゴルフしたいなという方はぜひご応募していただけると嬉しいです。この会場にはリサちゃんが行きますの で8月17日ここもまだ結構空き枠がありますので、富士山の、ね、絶景ポイントたくさんあるので、富士山と一緒に写真撮ったり、鳴沢といえばまあ結構名門なので、ぜひそういう名門感も味わってもらえたらなと。で、後半の会場も追加されております。私地元の石川県なども入っておりますし、四国も確か追加されてます。まあ、その中でも大磯は女性限定の会場になっておりますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。以上、6月のリンゴルフオープンニュースでした。バイバイ。